どうも、爽やか頃です。最近松坂桃李さんがね、結婚されたということでめでたいでございますけどもね、結婚相手がまためでたいと、ちょっと僕もね、ニュース見せてもらった戸田さんとか、あ、戸田さんと結婚したんだと、はぁ、あ、すごいそれはめでたいなって。戸田さんね、アンパンマンの声をやってたりとか、大変ね、声優さん、女優さんとしてもすごい活躍して、戸田恵子さんと結婚したって、めず、あ、戸田、あ、こりゃおっちょこということで、爽やか頃のおっちょこラジオ。さあ始まりました。今回もね、爽やか頃のおっちょこラジオ、2回目の放送となっております。今回もね、いろんなおっちょこが今週もありましたので、ちょっといろいろお話をしていきたいなと思っておりますよ。そして前回のおっちょこラジオを上げさせていただいた、ところね、コメントの方も来ておりまして、そこでもね、何個かねおっちょこがあったんですよ。はい、こちらね、おっちょこネーム天丼さん、毎回楽しく聞かせてもらってますね。1回目だよ天丼さん、おっちょこ。あとね、腐った食パンさん、爽やかコーラさんと同じ小学校です、またお話をしてみたいです、曲もいつも聞いてます、頑張ってください、応援してますって言ってますけど、僕小学校出てませんからね、これは間違いですよ。おっちょこ、おっちょこじゃないね、さんのチョコエピソードで、またねコメントなども、いただけたら嬉しいなと思っておりますよ。はい、まあ、今週はね、まあでも本当に、先週から引き続きリリースイベントもあらせていただきまして、そこで、まあ、いろんなおっちょこもあったんでね、これも後ほどまた話していきたいなと思っておりますが、今週も後ほどあのゲストさんが、来てくれるということで、ちょっと楽しみにしていただきたいなと思っております。はい、そうですね、まあ、今週はそのリリースイベントでのおっちょこがちょっと僕も目立っちゃいまして、まあ、本当に簡単なとこからで言うと、ずっとオープニングから僕ギターを弾くんですけど、ギターの音が全然出ないなと思ってて、ずっとその音響さんにギターの音上げてってちょっと言ってたんですけどね、あの僕ギターのつけるこのコードっていうのがあるんですけどね、 DI っていうチューブがある、そのコンセントを僕差し忘れてましてそれ音出るわけないよっていうことでおっちょこしてしまいましたね。まあ、いろんなおっちょこありましたけども、まあ、楽しく元気に生きている限りでございますよ。ということで、じゃあ今週もゲストの方呼びますかね。今週本当にそれこそ松坂桃李さん来ていただきたかったんですけど、ちょっと連絡先知らないということで、まあ、連絡先が分かる、方に来ていただきました。それでは自己紹介お願いします。上場軍団の鈴木恵太です。松坂桃李の連絡先は知りませんおめでとうございます。おっちょこですね。知らないですか。知らないですけど、会ったこともないですから。いや、ということで恵太君、はい、まあ、2回目もはい、ゲストということで、来ていただくことになりましたけども2回やって2回ともゲストで来るって、まあだからたまたまね、この時期はやっぱり一緒の仕事も多いんで、まあ、ちょっとね、せっかくですから、ああ、はい、あのスタッフさんゲストでも呼んでもいいと思ってるんですけどっていうゲストをちょっと今度ダンサーのダンサーで舞台やると女方のさんといつか本当ゲストに出てもらおうと思ったんですけど、おっちょこの方に、はい、なるほど、そうなんですよ、まあ、ちょうどね、約1週間経ちまして、はい、まあ、僕ちょっとおっちょこラジオ週に1回、もちろん自分一人でもね、週末に今週どんなことがあったかっていう、どんなおっちょこがあったかをね、ちょっと上げていきたいなと思ってる限りでございますけども、はい、どうですか最近この1週間おっちょこありました？おっちょこですね、うん、まあ、軽いやつなんですけど、はいはい、外国の方に道聞かれたんですよ。そんなベタなことがあったんですか？あるんです、ベタなこと、俺割とあるんですよ。で、まあ、もう拙い英語でバーって、まあ、伝えてたんですね、はいはい、ストレライト、うん、ビルディングライトみたいなのを伝えてたら、はいはいはい、その人フランス人だったんです。おっちゃまです。でもさ、
フランス人も英語わかるね。いやだからわかんない方のわかんない方だから俺も拙い英語だからもちろんその英語が伝わんなかったっていうのもあるんだけど、ほうほうほう、まあ、とにかくフランス人にしっかり拙い英語で喋ってしまったっていうおっちょこがね。でも確かに人間違いのおっちょこよくありますよね。あ、人間違いはめちゃめちゃある。僕も以前ね、はい、どこだったっけ、なんかちょっとホテル系のとこでトイレに入ったんですよ、はい、で僕は普通に用を出していたら、はい、隣に、まあ、人が来て、はい、ものすごい大きい人だったんですよ、はい、プロレスラーかなと思って、うん、もうなんだろう、本当プロレスラーとかそれ格闘系の人かなと思って、うん、パッて顔見たら田中マー君でしたけどおっちょこですね。いや、おっちょこ、ラッキーおっちょこですねなんなら、いやマジで近くで見たマー君はマジでめちゃめちゃでかい、もうレスラーだと思うぐらいでかくてかっこよかったな。まあまあ大きいは大きいだろうなっていうのがあるけど、そんなでかくは見えないもんね。でも190ぐらいあるでしょマー君。まああるだろうね。まあ今こうやって調子乗ってマー君言ってますけど、あったらまあなんて言えるの、マーさんって言えるのかな。マーさんなわけねえだ、田中さんでいる。田中さんは逆にやってたろう多分。マー君さん、マー君さんじゃないですか。そしたらなんか杉ちゃんさんみたいな、みたいに言わないで、言わないでシーンって言われるよしたら。いや黒ちゃんだから杉ちゃんだっつうの。そう、マー君、人間違いはあるよね。人間違いはあるし、その、うん、言い間違いっていうかさ、はい、前あの横浜かなんかで、うん、前のマネージャー、うんうん、さんの時にさ、はいはい、なんかダンスをダンスと間違えて、うん、永遠に話し続けてたことあったあれ何でしたっけ、あれなんか今ふわっと思い出したんですよ。だから要は、はい、そのマネージャーさんは俺に何て言ったダースダースだもん、多分ダースって言ってきたって。上場軍団側は全員ダースだもん、うん、でもあの相手方なんか割と、うん、大物というかね、はいはい、いろいろ営業とか振ってくれるようなところに飲み会に行って、うん、それでご挨拶してるときに、うん、ダースダースって俺らは勘違いして言ってたんだけど、はい、あっちはダンス、そうなんだよね、ダンスのなんかやってたじゃないですか、やってた、ね、だからそれなのにお互いさ、初めましてだから気遣い合ってるからさ、話が進んでっちゃうんですよね。そうなんですよ、どっかで気づいてただろうけど、ダンスとダンスの違い、そうだね、そういうのもあったから、でももうお互い言わずに、はい、確かに確かに、うん、やり過ごしたっていう、それはあるな、お互い気遣ってな、そういうのはもうやたらありますから。確かにな、まあ、だからおっちょこね、これまた皆さんなんか小さなおっちょこでも、はい、大きなおっちょこでも構いませんので、はい、うん、またねこうコメントとかに書いてくれたら私が読んで、はい、おっちょこっていうこのね、それ何なんですか、こういったハンコです、滑らんなみたいななるほど、滑らんなみたいなやつを僕はおっちょこっていうのあのいつかステッカーをつけて、はあ、あの車の後ろに皆さん貼っていただこうかなと。水曜どうでしょうとか、そういうふうに水曜どうでしょうかもうチョコを貼っていただいてはい、行きたいなと思っておりますよ。聞いてくれてるんだって分かりますからね、それ貼ってればね。いやまあ はあ、まあ、今週ももう終わりでございますけども、はい、まさにね、はあ、今日からなんでございますけども、はい、クリスマスイベントがハロープロジェクトも始まりまして、そうですね、まさに今日椿ファクトリーの、はい、初日でございます。初日ですね、ハローのクリスマスイベントの初日、やっぱり椿は面白いね。面白いですね、うん、なキャラを持ってて椿ファクトリーは面白いね。面白いですね。誰が一番面白いですか、ケイタ君からすると。やっぱマオピンかな。マオピン意外と正統派な面白いんじゃないの、したら、うん、なのかな。まあ、おっちょこで言ったらリコリコかもしれない。あ、リコなんか本当面白いからね。面白いですよ、わけわかんないですから。いや、そう考えると本当みんな面白いんだよな。そうですね。でも誰ですかね、お水なんかもしかしたら何回出たら大跳ねするかもしれないね。そうですね、ずっと笑ってんじゃないですかずっと何が面白いかわかんないんですよ、結局。笑ってはいけないなんとかっていうのをお水やってもらいたいですねちょっと企画で。あ、なるほどね。うん、2分で終わるでしょうね。2分も耐えられないから。耐えられないだろうな、下手したら。笑っちゃダメ、なんかあったよね、昔 DVD 撮影で。笑っちゃダメしか言わなかったことある気がしますからねお水には。そう、真剣にやろ、真剣にやろって、真面目にって。すごい。いやでも本当に椿ファクトリーはやっぱり昔からですけど、本当に、はい、まあ、滑らんなじゃないですけど、うん、常にやっぱ明るくてね。そうですね、面白いですね。いい感じですよ。はい、でまあこれが上がるのが多分明日になるから、ちょうど上がってる頃はビヨンズのクリスマスイベントやってるんですけどね、
ビヨンズはもうおっちょこの神一岡麗奈がいますから。ああ、あれはちょっとダントツじゃないですか、ハローの中でも結構俺はもうあ、マジっすか。俺はもうちょっとあ、おっちょこレベルやばい。おっちょこレベルはもう尋常じゃないですよ。でも自分はおっちょこだと思ってないじゃないですか。あ、確かに。あの話のまとめられなさ、いっちゃんおっちょこですかね。そうでしょう。あとは意外とやっぱそう考えるとビヨンズって真面目な子が多いですね。そうかもしんない、うん、割とおっちょこまではいかないかもしんないね。いっちゃんかおっちょこ、あと誰かおっちょこいますか。おっちょこで言ったら、うん、でもゆはねちゃん、あ、ゆはねちゃんおっちょこじゃないですか。ゆはココのラインですかね。だからココロちゃんはでもおっちょこではないんだよねそうですね、おっちょこを起こすタイプじゃないんだよな。だそこが難しいのよ。だから五郎さんのおっちょこラインがちょっと分かんないから。おっちょこはねやっぱりね基本前に出る人なんですよ。あー、なるほどなるほど、うん、おっちょこっていうのはね控えめはねおっちょこじゃないんだよねやっぱり。なるほどね。どっちかというと天然とかそっちの部類になっちゃうんで、やっぱ僕とかって結構前に出ちゃうのに、前に出るのに結構ミス、ね、それこそこの前 あのリリースイベントの時にクイズ出しといたけど、はい、あー、そうそう、何が違うでしょうクイズ出してシャツいつもと違うのだったけどそもそも靴全然違うの履いてたっていう。靴がだから衣装じゃない、ほんとただのスニーカー履いて出ちゃったのにそこを気づかずに、うん、どこがっていうクイズを出してね。あれもおっちょこですからね。完全なるおっちょこ。あれは恥ずかしかったな。前にね出てね、それこそクイズを出してきたのに、はい、だからそれはだから前に出る人のはおっちょこなんですよ。なるほどなるほど。だ天然って感じじゃないじゃん、なんか、はあはあはあ、うん、あーなるほどね。そうなんだ。じゃあキキちゃんはおっちょこではないんだ。あーキキちゃん難しいね、その椿さんと言うと。キキちゃん意外と出るとき出るからね。そうなんですよ。あそこが天然なのかなっていう気もしますよね。確かにね。いやだから椿でやっぱ前に出るってキシモンだもんね。そうだね、うん、だキシモンがもっと小さなミスがいっぱいあるとあれはおっちょこタイプなんですけど、はい、意外とやっぱしっかりしてますからね。しっかりして練った上で出てきてますから。そうですね、ボケたがりでなんか私はふざけてますって感じですけど一番真面目ですからね。そうなんですよ、真面目に全部考えてますから。ずっと真面目でやってますからね。そうですね、すごいですよ。この前は本当に山田さんのラジオも出てたしね。出てましたよ。すごいよ本当に。じゃあ山田さんのラジオ出たらもう次はおっちょこラジオなんじゃないですか。いや僕ね本当に考えてます。あの彼女ラジオ本当好きで、はい、僕も本当ラジオ好きなんでやっぱり共通なんでそこは。ああなるほどね。ちょっと彼女にもおっちょこラジオ出てほしいなと思って。山田さんの後に、僕の山田さんの後にやっぱその YouTube あのちゃんとウィキペディアにも書いていただいて、はい、ラジオ出演歴、出演情報、はい、なるほどね。おっちょこラジオにね、だからもう全然僕以外のゲストでもいいですからね僕は。あ、もちろん。でもねちょっとこれはおっちょこラジオだから話せるんですけど、ああやっぱり他の人を出すときオファーとかどこにどう承諾を取っていくか分かんないんですよ。確かにね、僕のこのゲストのオファー2分前でした、ね、はい、例えばじゃあなんだろうな、そういうキシモンをおっちょこラジオ出したいとか、はいはい、出しますよと、ゆはねちゃんとこの前ね、なんか番組呼んでもらったときにいろいろ、ね、じゃあお返しに YouTube 出てくださいとか言ってたけど、はい、いいですよってその場ではみんななるんですけど、もちろんもちろん、そのマネージャーさん確認でいつも写真をいただくじゃないですか。そうですね、ブログとか上げるときの、はいはい、あれは多分簡単にまあ言ったらまあまあそうだね、目つぶってなければ、ね、こういう YouTube とかの許可は誰にどうやって通してあれするのか、いや割と問題としてはもうマネージャー判断ではできないぐらいですからね。多分やっぱそうなんだ。そうなってくるでしょ、だって YouTube ですから。でもそれは映像じゃん、はい、おっちょこは声じゃん。おっちょこは声、そうそうそう、だから声だからなんかその、ね、見た目のあれがあるとかじゃないから、はあはあ、例えばじゃあボイスメッセージブログ上げていいですかって撮ったら多分あいいですよってなると思うんですよ。なるほどなるほど、はい、だからそのスタンスでかだから考え方なんじゃないですか、その会社サイドの。なるほど。それを YouTube をね、ボイスメッセージを撮るか、これをボイスメッセージを撮るか長めの、うん、YouTube のラジオ番組と撮るか。あーなるほど、そこでしょ。確かにね。だからおっちょこをしていただいて、うん、ポンって出てくれる可能性ありますけどね。あーその出ること自体がおっちょこな可能性もありますけど。そうそうそう、はい、確かにね、可能性ありますけど。でもなんか普通に YouTube なんか企画やりましょうよりは出やすいと思うし、うん、あそれこそ YouTube もされてる人いるじゃないですか。例えばうちの事務所だったらまことさんとか、はあはあはあ、まことさんとかそういう方だったら多分ね、ああそのコラボっていう系でコラボっていうやつね、はい、はんはんはん、辻さんとかね、ああ辻さんやってますね。
辻さんってあのあれですよ、冷静と情熱の間の方ですよ、辻人成の方そう人成の方がやってるかどうかはい、ぜひフランスの方に取り行きますので私いやまあコラボできんならそれぐらいしたいわね。そうだね。まあなんでまたあれしたいと思いますけど、はい、どうですか今日はゲストで出てもらって、今のところ全く爪痕は残してませんけど。いやいや、おっちょこの爪痕の残し方がいまいち分かんない。おっちょこは爪痕残さないとやっぱ。あ、そうですか。はい、爪痕を残していただきたいですけどね。なんですかね、爪痕を残す、はい、でも昨日のショールームは、はい、まあ、昨日だから12月11日にやったショールームは、はいはい、すごくケイツさん評判良かったです、やっぱり。あ、本当ですか。うん、あれはちゃんと爪痕を残したなっていう。ああ、うん、あの何でしたっけ、高音プレイボーイそうですね、高音の方もいいですけど、やっぱ一番良かったっていうのは、はい、あの女の人しかファンは女しか覚えないって、やっぱあそこが一番やっぱ面白いじゃないですか。はい、いや、まあで毎回来てくれる男の人たちは全員は覚えてないっていう、はい、やっぱり爪痕だし、あなたのキャラクターにやっぱり合ってる、合ってるんじゃないですか。そのポエム書くとか、やっぱそっちもやっぱり根っこは2枚目なんですから。なるほどね、はい、2枚目路線で、そっちは行かないとね、やっぱり。だとしたらもうおっちょこでは残せない。ああ、だからおっちょこでは要は、はあ、要は今度またゲストで来てくれたら、この週に起きたその、まあ、ニュースとかも切ってほしいんですよ、僕からしたら。時事よ、はっきり言ったら。ああ、はい、はっきり言ったらって言うんですか。はっきり言ったら、もうだからもう言っちゃいますけど、ワイドなショーで言ったらあなたはもう前園さんですよ。そこ東山さんとかさ松本さんとか、その、あの前園さんですよ。前園さんですよ。前園さん、はい、たまに遅刻してきて、ワイドな女子高生か、どっちかでしょあっち側なんだ。たまに東山さんに話を振っていただくっていうまあでも本当にちょっとね、そういうことも。あ、それといったら今週のハロプロ情報としてはやっぱり船木とかりんちゃんの卒業もありましたね。ああ、まあそうですね。うん、うん、でかい2人が、すごい、まさに天才的な2人でございます。いや本当そうですね。まあ、誰が言っても本当に天才みたいな人ばっか。 あそこまでいける人っていうのはやっぱり努力もしてるし、うん、もちろん持ってる才能もすごいしね。まあそうですね、うん、いやでもね、それで昨日は早速かりんちゃんに、うん、まあ、会いましたけどね。やっぱり、ね、さすがですね、ぶっ飛んでますね彼女は。飛んでますね、面白いですね、うん、びっくりするぐらいの量のプレゼント持ってきてましたから。あ、本当ですか。はい、素敵ですね。ちょっと荷物になっちゃうけどっていう量ではないいや僕はあのハローの方たちが卒業してから個人でツイッター始めたら、はい、どんくらいで自分のフォロワー数が抜かれるかはいつもあの上げてるんですけど、計測してるんですね。はい、かりんちゃん11時間で抜かれました僕の11年のあれ数、はい、時間と年で。いや、もう本当に11年、はい、これはあのもう何年も毎回やってることなんで。なるほど、はい、まあ、恒例行事だと思ってくれたら嬉しいんですけど、はいはい、まあまあ、最速を狙っていただいてね、今卒業して。いやー、早い子いますからね、まだ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 いると思いますよ。いますよ。と言いつつ意外と牙城硬いからまだ抜かれないってやつもいるからね。なるほどね地味に頑張るっていうのもありますから。なるほどね、まあ、それはいい試合をねしていきたいと思ってますけど。試合をね、はい、ということで、はい、まあね、おっちょこラジオ2回目皆さんいかがでしたかね、うん、いかがでしたか。ちょっとまあ本当にまだふわっとしてますけど、まあ、今週あったことなど、はあ、いろいろ話していって、まあ、ニュースとかもできたらね話していきたいなと思って。時事を切ればいいよね。時事をねだから持ってきて、でおっちょこエピソードもまだまだ募集してますので、はいはい、まあ、ちょっとねコメント欄から、聞いていただければと思います。最後何言ってるかも分かりませんけどもということで、これから3公演目ですか、はい、つばっクリスマス行ってきますんで、うん、また来週おっちょこで会いましょう。それでは皆さんおっちょこさようなら俺ら仲間だろう、一緒に笑っただろう、共に泣いただろう、ずっと頑張る。